デンボンバーでございます。どうもゴールデンボンバー9月の配信が終わりまして、アフタートークしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今月のメールテーマがですね、男子には言えない女子磨きということで、皆さんがどんな女子磨きをやっているかっていうのを送ってもらっているわけです。なるほど。こちらをですね、埼玉県の翔さんの胸の星になりたいさん、ありがとうございます。私は化粧品に関してはそこまで高いものは使いませんが、髪にはお金をかけてしまいます。美容院でシャンプーを買っているため、ボトル1本につき1万円かかり、年間のシャンプー代は6万円以上します。皆さんは職業柄身だしなみに気を使っていると思いますが、どんなことに一番お金をかけていますか？そういうすごいね、それ。年間6万はすごいね。ちょっとびっくりしたね。ボトル1本1万円はまあ高い。だいぶ高いね。高いね。見たことないっすよ。で、効果がいいんだろうね。いいんですかね。高いのはなかなか手出しづらいけどね。本当に効果があるのかがわからないから。あのさ、髪な、髪な、でも何にお金かけてる？髪の毛の印象って大事だからね。でかいからね。美容院にはあんまかけないんだ。お金をかけるね。お金をかける。高いものはあんまないな。お金を、まあ一応そのシャンプーとかリンスは多分その市販よりはいいやつ使ってますけどね。その美容室で売ってるやつ。まあ僕ら傷むからね、セットとかして。でもそんな高い、少し高いぐらいだな。少し高いぐらい。そのめっちゃ金かけてるものってある？俺はかかってる。どこに美容？俺は美容も脱毛だね。脱毛はもう女性よりすごいと思う。徹底的にやってる。もう毛という毛、陰毛ちょっと残して、あと全部やってるから。3本ぐらい。なめえさんでもないけど、なめえさん1本、なめえさんが2本、なめえさん髪の毛だから。俺陰毛ね。あれは髪かかるよ、脱毛は。まだもうね、多分ね、3桁は越してると思う。マジ？そんなにですか？そんな高いの？そんな高い。大体さ、あれそのセットで6回セットとかじゃないのあれ？で、俺全身じゃん。顔もやるし、脇もやったし、もう足全部もだし、お尻も VIO 全部やってるから、それをずっともうほんとなくなるまでやると100いくかな。いくもんね。いくもう全然。マジか。確かにそこは僕もそんぐらいいってるかもしれない。脱毛に関してはやっぱそんぐらいかな。金かかるよね、脱毛ほんと。そんぐらいかな。でもやってないからちょっと今聞いてびっくりした。化粧水とかそんなね、全然高くないしな。そうだな、あんま使ってないね、そういう美容系は。脱毛ぐらいでございました、我々は。はい。さて、こちら東京都のめいちゃん、あざます。こんばんは。お肌や髪の毛などを気を使うとこたくさんありますが、私が気をつけているのは言葉選びです。お。相手の意見を否定しない、考え方をネガティブに持っていかない、自分よく見せようとしすぎない、下品な言葉は出す場所を選ぶ、接客の仕事で学んだこともありますが、私はケンジさんから学んだことがたくさんあります。ケンジさんの考え方や包み込む優しさは誰よりも女子力というか人間力が高いなと思います。ケンジさんを日々見習って、またライブで会える日を楽しみにしています。ね。嬉しいけど俺言葉遣いダメだよマジで。なんだろう、考え方や包み込む優しさ俺言葉遣いは自信ない本当に。今でおちんちんって言ってるぐらいですいまだに俺日本語分かってないからうまく伝えれないからね。言い方とかそういう感じなんじゃないの？でもなんか一生懸命考えてる。相手を傷つけないようにっていうのはすごい考えてるな。それがいいんだよ。それがいいんだよ。優しさ。見習っていますと。まあ相手の、だからこの人が今言った4つ、相手の意見否定しない、ネガティブに考え自分で持っていかない、自分よく見せようとしすぎない、下品な言葉を出す場所を選ぶ、下品な言葉出す場所をケンジさんも選んで。選んで、ケンジさん。あ、俺仕事だから。そうか。いや、普段から割と言ってる気がしますけど。言ってる。いや、まあ確かに、まあ相手を傷つけない言い方。どうなんだろう。俺はこの4つできてる自信全くないね。もう本当にこれだったら真反対だと思う。もう良くないと思ってる。逆にね、俺そう憧れるわけよ。そう言葉とかがスルスル出てくる3人。キャンさん違うか。歌いのさんとキリンさんがスルスルって出てくるのがやっぱ俺にとっちゃ憧れなわけよね。でもすぐに思ったことを発言しちゃってるから割と言い方がきつくなったりとかしてまあでもそれがなんか物事をうまくスムーズに進めたりするからね。いやこれないものねだりかもしんないね。あ、そうかもしんないね。まあでもその彼女はでも身近にこうなんていうの見本になる人がいてそういうのがいいね。ケンジさんいろいろ喋ってほしいんだろうねこの人は。ね、付き合おうかな。話飛んでない？話めちゃくちゃ飛んだよね。人生の先生。そうなっちゃうか。なるほど。考え方や包み込む優しさ。じゃあ僕も参考にしよう。ケンジさん。ケンジさん。やめろ。俺喋れなくなるから。プレッシャーで。参考にした。こっちが楽だよ。勉強になりました。はい。というわけでございまして、はい、9月のね月間ゴールデンボンボンもありがとうございました。ね、来月はどうなるんだ。来月そろそろリモート終わんねえかな。またね何かこう思考を凝らしてね、まあ何でしょうねマンネリしないようにと思っていきますんで。また来月も、来月はですね10月28日来月なのかな次回は10月28日水曜日の夜10時からでございます。月間ゴールデンボンバーぜひ見てください。以上、ゴールデンボンバーでした。ありがとう。ありがとうございました。